はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気にサカツキやっていきましょうということで、本日はこの新監督ボクツ監督について、作り上げていろいろと試合を結構たくさん、ルームマッチもやったりとか、あとフレンドリーマッチですね、で試合を見ていったので、ボクツ監督やれんのかお前ということで、ボクツ監督今現状のベルゴスケ、政権だったりスールシャールス政権の中で、ちゃんと、ボクツは取っていけるのかということをちょっと皆さんにシェアしていきたいなというふうに思います。それでは行きましょう。はい、ということでボクツ監督ですね。そうですね、作っているオーナーさんは多くはないんじゃないかなというふうに思います。やっぱりこの立て続くガチャの中でいきなり来たユーロスターズというところで、最初はこうクライファートとスタムが来て、でそのスタムがえぐいぜって言ってたら、クライファートもっとえぐくないみたいなところから、これはスキルガチャでしょっていうちょっと最初捉え方もあったんですね。 BMG シュートとやっぱりフェディアスマークが強いと。ところがその後にいきなり出てきたエムバペにシャビ・バンディエラにモードリッチのとんでもないキャプテン特徴っていうところで、おっとこれボクツ強いんじゃないのということで作り始めた方も多いんじゃないかなというふうに思います。特にダイヤモンドディビジョン、現状25万オーバーになった、もうカオス化した、このダイヤモンドディビジョンっていうのは、正直25万オーバーなんて話はもうここで結果を残していこうと思うオーナーさんっていうのは、もう間違いなく出てくるガチャ全てにもう目を張ってバキバキに新監督作りまくってっていう人だけが残っていくような、ちょっとカオス化したディビジョンになってしまいましたので、ここでやっていくようなオーナーはこのボクツっていうのをやっぱり作り込んでってるんじゃないかなというふうに思います。はい、そこで鳥取キングダムが実際に作って、実際に使ってみた 感触、感想をお伝えしたいなと思います。まず結論から言いますと、ボクツ監督これはめちゃくちゃ強いです。これはですね、現状のベルゴスケスールシャールス政権から、完全に奪っていく力を持ってるかなと思っていますが、しかしあくまでこれはダイヤモンドディビジョンにおける話かなとまだ思っています。まだまだプラチナ、プラチナでもまだボクツはやっぱり政権取っていく可能性はあるかな、今の新しいディビジョンだと。ゴールド、シルバーにおいてはまだベルゴスケスールシャールでいいのかなってちょっと思っています。でその理由としては、やっぱり総合値が、圧倒的に高い25万オーバーってなってくると、このサイドが戦っていく相手っていうのが誰になっていくかってことを考えてい、く必要があって、でサイドが戦っていく相手っていうのはやっぱカウンターなんですよね。でカウンターっていうのは、現状、総合値が最も平均が高いんですよね。でダイヤモンドディビジョンにおいてはそうです。だからダイヤモンドディビジョンと戦っていく場合は約29万とか30万とかのカウンターと戦うことが普通にあるんですよ、バンバン。ってなってくると、正直ベルゴスケとかスールシャールでシュートバフの利点を生かそうと思ったとしても、総合値の差がありすぎる、さらにはカウンターのディフェンスがガチガチすぎる。今特にファンセカなんて相手にしたら、マジで、ガチガチのディフェンスでやられてしまう、中盤が支配されてしまうってなってくると、シュートバフってシュート打たないと何のメリットもないんですよ。要はバフが乗ってないのと同じなんで、シュート打たなければ。それでシュート1本とか2本で抑えられた日には、結構厳しい、安定させるってことが厳しくなってくる。そうなってくると、やっぱり総合値こちらもしっかりと伸ばしていって、こちらの、ボクツのディフェンス指導で、ディフェンス強化指導会、これはですね、リッピとか、あとはピルラとか監督よりも上なんですよね、ディフェンス。そういったところでより一層マウントを取って試合を支配していかなければいけないっていうところで考えると、総合値が爆上がりのダイヤモンドディビジョンとかにおいては、正直ボクツの方がこれから、席巻していくんだろうなというふうに思っています。でこれのめちゃくちゃ詳しい話、全フォーメーションにおいてですね、ポゼッション、中央突破、サイド、それからカウンターの全戦術においての
今後の立ち回り方と今後の SWCC でいい結果を残すための法則っていうのを、結構長く40分ぐらいかなかけて解説している動画を用意しました。でこれは、いつものようにメンバーシップ限定で出そうと思ってます。本日出しますので、メンバーシップの方は、これ出てても気づかない方が多いので、なるべくですねメンバーの方は、Twitter に僕あげるので、いつも動画上がりましたってやつを、でそれをもしツイッターやってる方はリツイートしていただけるとありがたいです。で、メンバーシップの方はなるべくちょこちょこですね、あのメンバー限定再生リストのところ開いてもらって、新作がないか見てもらえればなというふうに思います。なるべく編集急いで今日中、今日土曜日なんです、あーごめんなさい、今日日曜日ですね、今日中に、この4戦術すべての解説っていうのを、出しますので、ぜひ SWCC 前までに、できればクォーターアニバーサリーが来る前までに見といていただけると、すごく今後の四戦術の考え方っていうのはまとまるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひそちらをご覧ください。でまだメンバーシップ悩まれている方とかはぜひですね1回でいいです、1ヶ月だけでもいいので、ぜひそっちの動画もちょっと見てみてですね、これはいいぞということであればそのまま継続していただいて、いやまあいらないかなということであれば別にいつでも抜けていただければいいかなというふうにも思っていますので、ぜひメンバーシップの方もよろしくお願いいたします。まあメンバーシップがあるおかげで僕はこれだけですね細かくいろんな検証を時間かけてできていますので、ぜひですね、ご協力いただければありがたいかなというふうに思っております。はい、じゃあちょっと話戻してボクツ監督ですね。じゃあなんでこのボクツが強いのかっていう話をしていきます。でまずはディフェンスにおいて言うと、ディフェンスカッチカチです。でこれもともとはやっぱり3バックだったんで、3バックってぶっちゃけ弱いです。でなんでかって言ったら、サッカーのこのグラウンドって横幅めちゃめちゃ、あるんですよ、横幅が。でそのめちゃめちゃ広い横幅のコートの面積をたった3人で守りきるなんて不可能なんですね。これ現実のサッカーの話もそうですけど不可能なんですよ。サイドバックがいるかいないかで、これによって間違いなく、自チームのゴール前のサイドでスペースが生まれるんですよ。でサカツクにおいてはこのスペースがかなり重要になってきて、やっぱり相手がこう攻めてきた時に、特にこれカウンターが相手にするのって、さっき言ったサイドアタックが相手にするのってカウンターですよね。でカウンターで言うと現在必ずサイド、やっぱり、レッピだったらこういう風に、ね、エブラがいたりザンブロッタがいたりします。で、ジメーノで言ったら、フィーゴがいたり、フィーゴがいたり、ネドベドがいたり、エブラがオーバーラップしてきたり、ザンブロッタがオーバーラップしてきたり、インナーラップしたりとか、まあ、要はサイドを使ってくるわけですよ、現状のこのカウンターっていうのは。ってなってきた時にやっぱ3バックっていうのはかなり弱いんですよ。サイド使われてしまいます。この大きく空いたスペースをガンガンいかれます。で、対峙するのはギグスだったりとか、まあ、シャビだったりとか、まあ、シャビとモドリッチダブルボランチで両方ともが守備がバキバキにできるんで、まあ、これで結構カバーできるかなと。まあ、チェルシーもそうですね。チェルシーも空いたスペースをなるべくデコでカバーして、バラックでカバーして、マケレレが走り回って、なるべくここのサイドをケアできると。まあ、でもやられるんですよ、ドンヘルとかでもスペース空いてるんで。ところがボクツに関して言うと、このバキバキに空いてるスペースをですね、こんな感じでセンターバックを横に離して、完全にほぼサイドでセンターバックの仕事をさせることができます。でこれによって守備はめちゃくちゃ安定します。でさらに言うと、ディフェンス強化指導回がついているので超特大アップしてます。ディフェンスが、さらにシャビもアップしてます、モドリッチもアップしてます。全選手がアップするので超特大アップで、これによってやっぱりサイドのスペースも埋めれる。でそれだけじゃないです、それだけじゃなくて、スタームもイエローも本職センターバックなんですよ。別にこれはまあ、こっちでもいいですけど、バランでもいいですけど、本職センターバックなんですよ。でサイドバックっていうのはどうしても攻守にわたって活躍するように作られていて、オーバーラップが、まず必ずオーバーラップするような形になってます。まあ鉄壁サイドバックとかは別ですね、最近出てないですけど、そういった選手はちょっと別にして、基本サイドバックって攻撃も、例えばドリブル、まあ、場合によってはシュート、パス、ここに、まあ、半分ぐらいのステが振られてるわけですよ。で残りの半分がディフェンスに振られてる。
ところがスタムもバランもガチガチセンターバックなんで、全てのほとんど全てのステータスがディフェンスにバキバキに乗ってるわけです。でそんなのがサイドのスペースにいるんですよ、スタム、バラン。で中入ってもアラーバがいて、ほんでモドリッチがいると。これげげつないディフェンス力です。なんでディフェンスっていうところで3バックのマイナスはもうほぼないと言ってもいい。むしろ強い。でさらにはサイドバックじゃないおかげで中途半端にサイドで攻撃していかない、スタムもバランも。ってなってくると攻撃はシャビのピボーテがめちゃくちゃボールさばきます。まあピボーテなんで、今回新登場したピボーテの動きすっごく気に入ってます。球離れがめちゃくちゃいいです。なんでスタミナがすごい心配されてました。まあそのスタミナの話もしますけど、心配されてましたけど、そもそも球離れがいいのであんまり感じません。うん。でそういう風になってくると攻撃はギグス、フィーゴで、エムバペ、クライファート、カバーニ、要はこの前線だけでバキバキに攻撃してくれるんで、メリハリがついてます、やっぱり攻撃と守備の。うん、これがすごく良かったなって思う点。そして3トップっていうのが、これがまた面白い。うん。で要はボクツの唯一の弱点は3バックと、あとはシュートバフがない。まあこの2つが、まあ2つのデメリットだったんですけど、1つはこのフォーメーションポジションエディットで改善、完全に改善。もう1つのシュートバフがないっていうところで言うと、センターフォワード、要はセンターフォワードというのは最もシュート数値が高いんですよね。でそのシュート数値が高いセンターフォワードが3枚置ける。でさらに言うと、そこにモドリッチのキャプテン特徴でシュートにダイアップがかかってくる。そしてクライファートのキーマン、これでシュートにまたダイがかかってくる。まあダイアップ2つ、そしてシュートスキルの発動率もダイアップする。これでですね、もともと高いシュート数値が高いセンターフォワードが3枚いる。普通よりも1枚多い。まあ普通センターフォワードって2枚ぐらいが今まで多かった、もしくは1枚、1枚か2枚かだったところが3枚いる。そしてその3枚の一番高いシュートの数値にモドリッチ、そしてクライファートでダイアップが2つかかってくる。でもうここで十分ですね、シュートバフはまあないことはカバーできてきてるかなって思います。やっぱりシュートの本数が多くなってくるんですよ、これだけ総合値が高くなってくる。でシュートバフ以外の総合値がしっかりと上がっている。パス、ドリブル、タックル、マーク、スピード、タックル、マーク、スピードが乗ってる時点でやっぱり相手の攻撃はガチガチにもう、止めますので、やっぱりポゼッションも多くなってくる。でパスがついてるっていうところも大きいですね。でピボーテがいる。でここでやっぱりしっかりとパス回しができる。でドリブルっていうところでこの両サイドがさらに生きてくる、チャンスメイクができる。であとはカバーニ、カバーニはですね、僕は1回も SWCC で使ったことなくて、作ったはいいですけど、まあなんかめちゃめちゃ出たんですよね、確かカバーニが、カバーニ祭りだった時があって、で作ったはいいけど1回も使ったことなかったんですけど、ここに来て急上昇、レギュラー獲得ですね。クライファートもいて、カカもいて、まあ、カカ入れた方が総合値はなんと2000も上がるんですよ。でカカめちゃくちゃ強いですからね、アグレッシブトラップも持っていて、こんなカカを差し置いて、なんとカバーニが先発取っちゃった。はい、もっと言うとラッシュフォードに至っては、ウィム・ジーシュートまでつけてるんですよね。なんですけども、そんな2人を差し置いて、はい、カバーニが先発を取ってきました。で理由は1つ、カバーニはサイドのセンターフォワードの中でも、センターフォワードだけじゃないですね、全てのサイドの選手の中でもシュート数値がトップクラスなんですね。5000オーバーぶっちぎりなんですよ、カバーニ。カバーニのシュートってえぐいんです。 AAB でシュートついてるんですね。でさらにはエレガントシュートで3つシュートキープパワーが特大アップする素晴らしいオフェンスマスターでダイアップがついている。うん、
モドリッチのキャプテンでダイアップ、クライファートのキーマンでダイアップ、カバーニ自身でオフェンスマスターでダイアップ、3つダイアップ、クリーンアタッカーでさらにシュートにチューアップ、えげつないぐらいにバフがシュートに乗っていて、そのシュートの基礎捨てが5000オーバー、はい、シュートバフクリアぐらい、カバーニはかなり得点源になってくれると、まあ、あとは点取りは持ってますしね。ということで、まあそうです、カバーニがいきなりグッと上がってきたかなっていう感じはありますね。うん、っていう感じで、ボクツ使ってたら分かりますけど、まあとにかく強いです。バランスがいい。やよく考えられてるなっていうふうに思いますね。偶然ではないと思います。ここまで、穴、まあ3バックだったら3バックにするなよとも思いましたけど、でもこれ、あえて3バックにして、両方のセンターバックを横に広げれるっていうことを運営さんがやってきたのは、これはすごく考えたんだと思います。なぜなら運営さんは、何回か前の配信の時に5バックのオーナーばっかりだったのを見て、あ、なるほど、ボランチを下ろして5バック気味にしてるのが最近流行ってるんですよみたいな言ってました。全然最近じゃなくて、めちゃめちゃ前からやられていて、麦わらスタイルって言われた時代ぐらいからずっとやっていたのにもかかわらず、運営さんはその時気づいたみたいな反応だったんですよね。全然見てないんだな、ユーザーのやり方をみたいな。でただそれによって運営さんはなるほどなと、元から5バックみたいなこの両サイドをこう埋めていくような、やつっていうのはありですねみたいなことをその配信の時言ってたんですよ。そういう監督出そうかなみたいな雰囲気を出してたんですよ。でいつ出すんだろういつ出すんだろうと思ってて、全然出してこないと思ったら、ここに来てセンターバックを横のスペースで守りに行かせるっていうことをやってきた。でこれによってディフェンスがより安定、5バックより安定、僕は5バックよりも疑似5バックよりもこの形の方が安定するかなと思ってます。で攻守のバランスで言うと上に3枚置いて両ウィング、めちゃくちゃいいなって思ってますね。まあ、以上のことから、まあこのボクツ監督の総合評価めちゃくちゃ強いでいいと思いますが、あくまでこれはやっぱりシャビがいて、まあ、そもそもシャビがいないと厳しいですけど、スタムがいたりとか、まあ、モドリッチ、まあ、そうです、絶対いなきゃいけないのは正直モドリッチ、シャビですかね。まああとアラバか。これ意外とこのディフェンスラインの4人で一番の、MVP はっていうと実はアラバなんですよね。個々の選手の能力で言えばそれはスタムが一番強いんですけど、ポゼッションと多分スイーパーっていうところなのかよく分かりませんけど、圧倒的にアラバが活躍しますね。なんでやっぱりこの全部がちゃんと揃ってる段階でボクツを検討するとそれは強いって話になりますよっていうことですね。はい、ということで、今日はですね、まあ、ボクツ仕上げて使っていった感じ、どうなんだと、ボクツの評価、鳥取キングダム的にはこういう風に感じてますよということを皆さんにシェアさせていただきました。あくまでも個人的な意見ですので、まあ、これが正解だとか絶対と言ってるわけではなくて、まあ、皆様の、チーム作りの参考になればなということで、お話しさせていただきました。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.